はい、三重大学の学生です。今回はですね、前回お伝えしたこの履修登録についてというところの後半パート2の方について、説明していきます。さて、この動画を見たらどんなことがわかるかですが、前回はですね、この履修登録って何とか、好きな授業って選んでいいの、そういったところを説明してきました。今回は卒業要件満たせているのという部分、説明していなかったこちらについて、疑問にお答えできればなと思います。では早速ですが、この卒業要件が満たせているかどうか、こちらは、各学部が発行している履修要項、これを見ることで、確認することができます。この履修要項という文言、これちょっと各学部によって変わってくる可能性ありますので、該当するものを見つけていただき、チェックをしてほしいということをお伝えします。そしてですね、この履修要項、あるいは他の学部によって名称変わるかもしれませんが、履修に関する冊子の中で必ずですね、卒業要件必要単位数という項目があります。ですので、この自分の学科のこの当該箇所を確認していただくと、これによって解決することになります。これはどっちかっていうと全体的な話であったり、必修科目、専門科目というところで詳しく説明がされていますが、このですね、履修案内という教養教育科目に特化した内容の冊子も別にあります。これちょっと2015年の古いデザインなんですけれども、土地によってもしかしたら変わってくるかもしれません。色とかデザインが違ってくる可能性ありますが、教養教育科目について説明している冊子、必ずありますので、こちらをよく見ていただくと、特に英語とかの履修について詳しく書かれていると思います。続いてはですね、じゃあ実際にね、今年どの科目を履修したらいいのか、どの授業を履修したらいいのか、わからないよと言った場合、強い味方がまた別途用意されています。それが何かと言いますと、授業時間割表というものがあるんですね。これ強い味方です。授業時間割表は工学部の場合なんですけれども、 A2 サイズの非常に大きな紙表になってきています。今年取るべき専門必修、これがおおよそ何曜日の何コマにあるのか、またそれは学年何年生の時に取ればいいのか、そういったことが、記載されている表、一覧表になります。ただ、ここにですね、全て載っているかというとそうではなくてですね、専門選択などの場合は未記載の場合もありますので、頼りすぎるのはいけないんですけれども、参考になる内容かと思います。でこの表の見方、少し最初戸惑うかもしれません。例えば工学部の場合は自分の領域をアルファベットで確認して照合したり、教育学部の場合は教科に関する科目、自分の主対象などを確認して照らし合わせるなど、そういった作業が必要になってきます。学部学科で少しずつ異なるルールですので、もう注意しながら解読していくような、そういったものになります。そして最後に、自分が取るべき授業、これを確認していって決めることができれば、ユニバーサルパスポート、通称ユニパーというところからいよいよ学校に申請することになります。このユニパーはですね、履修期間中のみ申請ページというものが現れます。ユニパ自体はずっとあるんですけれども、履修登録というタブは申請期間中のみ出現しますので、その申請期間中以外で見てなかったとしても慌てないようにしてください。加えてですね、授業というものは履修さえすればいいかというと、そうではなくてですね、10段階中6以上、点数にすると60点以上を獲得することで初めて単位を認定していただき、獲得することができるというふうになっております。60点以上というところで、高校だと赤点は20点ですかね。それに比べたらちょっと高い点数になってくるところだと思うんですけれども、これ、皆さん優秀だと思いますので、基本的に真面目に取り組んでいれば問題ない難易度に設定されています。安心するのはいけませんが、基本的には大丈夫かなと、そんな風に主観ですが思っております。さて、それでは実際に履修登録を皆さんユニパからしてみてください。一方でですね、わからない点、これあると思います。これありましたら、もうコメント欄にて質問し放題で今の期間受付しておりますので、お気軽にコメントいただければなと思います。以上、SOMU でした。はい、というわけで、履修登録に関する前編後編に分けて説明をしてきました。今後も三重大学に特化した内容であったり、大学生活に役立つような情報をたくさん出していきたいと思いますので、そういった動画見逃したくないよっていう人は今のうちにチャンネル登録してもらえればなと思います。あと、今回の動画が少しでも役に立ったよって人は評価ボタンをお願いします。ということで、今日もありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。